山選手、サトテルをどういうふうに使ってって、で木浪を8番に固定したことで、もう打順っていうところはもう1、4、8番っていうのはしっかり固定できたっていう。やっぱりドラゴンズの場合はじゃあ例えば岡林が出たとしても、じゃあどうやって返すんだっていうのが見えない。じゃあ2番がしっかり送るのか、いやそれでも送らない。シンプルに勝つためにどうするかっていうところで戦っていくのが一番こうチームが強くなっていくんじゃないかなとは思うんで。逆にね、阪神なんかも本当にきっちり固定してっていう、野手のレギュラー名前パッて阪神、じゃあ例えば優勝した阪神と比べた時にもう安定感が違いますよね。もうある程度計算できる人間がある程度いるのと、計算できない人間がこれだけたくさんいるのでは、もう比重が全然違う。でましてやね、阪神もあれだけエラー多かったのにもかかわらず、まあ、ショートだった中野をセカンドに固定して、で木浪をショートで固定して、もうあそこが一番大きいですよね、阪神の場合は。二遊間を固定できた、しかもあのエラーの数も減らすことができたって、やっぱり守備から入ってったんで、そういった中で二遊間が固定されたことで、じゃああとはもう大山選手、サトテルをどういうふうに使ってって、で木浪を8番に固定したことで、もう打順っていうところはもう1、4、8番っていうのはしっかり固定できたっていう。だから8番から始まっての、ね、近本が返せれる野球もできるし、近本が塁に出てかき回してクリーンアップで返すっていう野球だから、野球がしっかりしてますよね。形がしっかり見える、うん、点の取り方が見える野球と、やっぱりドラゴンズの場合はじゃあ例えば岡林が出たとしても、じゃあどうやって返すんだっていうのが見えない。じゃあ2番がしっかり送るのか、いやそれでも送らない、うん、攻めてって結局進めずにクリーンアップ迎えてもゲッツーで終わってしまったとか、そういう、うん、あの点の取り方がはっきり見えるチームと、点の取り方がじゃあどうやって得点をするんだっていう形が見えずに終わってしまったドラゴンズっていう風に感じますよね。個々の選手の力量としては遜色ないという形ですか？いや正直落ちますよ。落ちますね。落ちますというか、うん、結局安定感、結果が出せたのと出せてないので、うん、安定感がないわけなので、うんうんうん、じゃあそこら辺をどう埋めていくかっていうのはすごく大きな課題になりますよね。それはでも若い選手を育てようとしているからどうしてもそういう部分も出てくるっていうのがありますね。まあ、そうなってしまうのは仕方ないところなんですけど、うんうん、じゃあそこをどう埋めていくかで、結局そこを固定できなかったのが二遊間なので、はいはいはい、そこが一番苦しいんですよね。やっぱり基本的にはやっぱり二遊間からしっかり埋めていった方のがそこが大事になるので、やっぱりセンターラインがしっかりしているチームは強いって言われるのは、はいはいはい、そこのところはありますからね。ピッチャーに不安感も与えてますか？まあ、正直ピッチャーもね、打たせて、もう打たせた時点でアウトって思える野手と、はい、打って自分がしっかり見てアウトになるのかなって、最後までファーストがキャッチするまでアウトになるかどうか不安に思うのと、はいはい、やっぱりここは違いますからね、うん、そうなってくると二遊間がしっかりしているとピッチャーは、あ、じゃあ打たせてアウトを取ろうっていう気持ちが入るのか、それともやっぱり打たせたら何が起こるか分かんないから、やっぱり三振が一番安心できるってなると、はいはいはい、やっぱり三振を取りに行こうとすると球数も増えますし、精神的にも苦しくなる。それが安心できる守備陣だから打たせようってなったら、もっとピッチングも楽になるんですよ。なるほどね。そうか。だからそれだけの差はあると思いますよ。でも難しいのはチームを育てることと、それからその試合に勝っていくことっていう、これを両立させるというのは本当にやっぱり難しいことなんですかね。勝ったら育っていくのか、育てたら勝てるのか、なんかどっちがその、ね、先なのか分かりませんけど、まあ、シンプルに勝つためにどうするかっていうところで戦っていくのが一番こうチームが強くなっていくんじゃないかなとは思うんで、うん、そういえばこの前今中さんがおっしゃってたのは、今の選手与えられたポジションだと、奪ったポジションではないみたいなことをね。そうですね、僕は入団当初からいたのはそれこそ井端さんと荒木さんっていうのはね、こうずっと二軍の時からもうしゃにむにっていうんですか、本当必死にこう二軍でまず成績を出す、
そしてこう一軍でねやられてる、そういうそれこそ今の監督の立浪さんが守ってたりするところを奪い取るんだっていうところをずっとこう培っていってっていう、そこがあっての洗い場になったわけなんで、うん、まあ今中さんの言われるように与えられたっていうのは、その今の若い選手の二遊間っていうのは、うん、その昔の荒木さん井端さんのようなところをあまりこうやってませんからね、うん、まあ、そこはちょっと違うかなというのは思いますよね。なるほどね、うん、名古屋チャンネル、はい、完封負けが非常に多かったと、はい、それで思い出すのがこの前9月の20何日でしたかね、あの阪神戦で12回で0対0で終わった試合ありましたね、はい、球場超満員です、はい、すでに阪神の優勝は決まってて、中日の CS 出場もなくなって、もう B クラスが決まっている、いわばもう本当に消化試合でも満員になってました。で0対0が続きました。こういう時に僕ふと思ったんですよね、ベンチで誰か一人がリーダーとなって野手みんな集めて、おいあのスタンド見てみろと、こんだけドラゴンズファンみんな来てくれてるんだぞ、こんな状況になっても俺たち何とかしようぜ、なんかそんな風に言う人が出てほしいなと見ながら思ったんですけど、考えてみたら野手今リーダーいませんね、まあ、大島選手がね年上でいますけども、あんまりこうそういうこうワイワイっていうタイプじゃないですか、うん、寡黙に自分の仕事を成し遂げる人なんでね、うん、若い選手が多いだけに、例えば一人のねベテランの本当に中心選手になる人がこう声をかけるなり、あるいはみんなに葉っぱかけるなりということがあればなと思ったんですけどね、まあ、お二人ともね落合監督の時の大活躍されたんですけど、あの時の強かったドラゴンズの時っていうのは声出しもそうですし、それから中心になってねみんな鼓舞するような役割の人っていうのは、あの失礼ながらあのわりかしこの仕事の時間帯、岩瀬さんとあの結構あの時間帯スケジュール似ていまして、うん、試合が始まる時ってリラックスしててよかったんで、うん、岩瀬さんも覚えておられるかもしれませんが、そのロッカーで結構お笑いのビデオとかね流して試合今から始まる本当寸前までみんなケラケラ笑いながらこうロッカーを後にして、あ、そうなんですか。それでロッカーからベンチに行った時はポンとスイッチ切り替えるっていう、はいはいはい、オンとオフですね。そういうこうホームゲームではスタイルが結構あったんで、その時は自分たちもね意図的にこのやはり今から試合に出られるレギュラーの人たちに心地よく行ってもらうためにリラックスしてもらうためにバカはやってましたよね。うん、あと岩瀬さん、その当時のねそのお茶屋ドラゴンが強かった時っていうのはやっぱりメンバー固定されてたスタメン、それはそうですよね。やっぱり違い、レギュラーっていうのがもうある程度決まってる中でポジションの中であと外野のどこ一角だとかっていうところでじゃあ誰が出るんだっていうところで、今とはねやっぱり状況は全然違いますよね、うん、だからまあ正直難しいですよね。今若い選手を使っていく中で、まあ、決められた決まった固定できないっていうところに苦しさが間違いなく出てるとは思いますけど、うん、ね、あの普通1番2番とかね、あるいはクリーンアップっていうのはもうガンと決まってるようなもんだというふうに思うんです。それは強いチームっていうイメージあるんですけど、中日今年本当によく変わりましたもんね。今年はあのドラゴンズの歌カラオケで歌えないですよね。あ、そうか、モヨドラゴンズ、はいはい、一番タオが塁に出てよく歌ってましたけど、はい、今年一番誰にしようとかっていう、ね、それぐらいぐるぐる回ってましたよね。そうですよ ね固定できないですよね。しかもえこの人が今日は この番組打順っていう思わぬようなこうあれは何で決めてたんですかね。うん、中島さんオリックス結構ぐるぐる変えるって何パターンもっていう、そういうスタイルをこう取られてるっていうのを見ましたけどね。岩さん たまにしか打席に立たない、本当数年に1回ぐらい打席立った時とかもレフトフライ犠牲フライポワンと打っちゃったりするあれ練習してないのなんで打てるんだろうっていう思ってみたんですけど、ああいう時 何をもう考えて打つんですか。いや、もうまっすぐ 1,2,3 しか考えてないから、まっすぐ 1,2,3 で打って打てるからすごいですね。まっすぐ 1,2,3 で打って打てないけど、まあ、大学時代からすごい人でしたからね、まあ ね、うん、岩瀬さんはこんだけ打順が変わったっていうのはどう思われます。まあ、それだけ固定されできない選手が集まってるってところなんで、うん、まあ、だから様子を見ながら使わざるを得ない
固定できないから、うん、結果が出ないから動かさざるを得ないっていうところで非常に苦労したんじゃないですかね。初めは構想としては4番は石川っていうのがあったと思うんですけれども、それが結果出ないから、まあ、動かさざるを得ないっていうところで動かなさないといけない、うん、結果が出てれば誰も文句も言わないですし、うん、逆に変えようがないんで、うん、っていうところで、うん、やっぱり結果が全てのプロ野球の世界ですからね、うん、そういった中でじゃあ石川4番期待するのは分かりますけど、あの数字でずっと4番を張れるかって言ったら張れないですからっていう、結局動かさなきゃいけない状況に達してしまったっていうところもありますからね。まあ、石川はそうかもしれませんけど、他の選手にしてもちょっとあの見切りが早いみたいなところはなかったですか？でもまあ結果を出さなきゃいけない、まあ、試合も勝たなきゃいけないっていうなってくると、やっぱり我慢しなきゃいけないんですけど、我慢できないところもありますから、それはもう考え方一つなんですけど、うん、でも本当に今年はそこら辺が、ね、うまくいかなかったですよね。秀則さんどうですか、野手として、あ今日は何番だ、あでも昨日は何番だった、全く違う打順になっているというのは野手にとってはどういう心理になります？打撃の成績だけにこうフォーカスを当てるんじゃなくて、例えば本当に石川昂弥をずっと使いたい、やっぱり守備がしっかりしていたら打撃部門でもよし石川をずっと使ってくださいとかね、よし使おうって、ね、ね、うん、なる、そういうふうに傾いていくんですけど、やはり守備で少し大事なところでミスが出たり、うん、その子の取れそうなのがこう決勝点になったりってなると、常にこう出しておこうかなっていうところからは少しこう外れてってしまうんで、高橋周平選手なんかは、まあ、打つ打たない別にして守りとしてはやはり本当にピッチャーが打ち取ったよっていう打球をアウトにしてくれてはいると思いますから、計算はしやすいですね。なるほどね。今高橋周平選手の話出ましたけども、高橋選手の場合は最後の方はもう本当に守備要員、守備の人になってしまって、あの3割も打ったような人が、そこに甘んじる選手ではないっていうのはもちろん感じますし、まあ、それはもう現実的に守備要員で置いとく選手はないと思いますから、はいはい、まあ、僕も昨年までバッティングピッチャーで、そのずっと試合中でも調整がてら高橋英選手に何時間も何球も何球も投げましたけども、やってらっしゃったんですね。ものすごいやりましたね。あ、そうですか。もうそのおかげで肘がずっとおかしいですけど、本当それぐらいたくさん投げましたけど、打ち方をこうずっと気にしてはいましたよね。だから投げててもいい感じじゃないって思うから、あナイスバッティングって言うんですけど、本人としてはってこうずっと首をかしげながらこうやってますから、あまりにもなんか理想を求めすぎてるみたいなところあるんですか？やりたいのとやれてるのとの、そのそこでこう狭間ですごい戦ってるのは感じてましたね。だから黙ってずっと投げるしかないんで、ずっと投げましたけども、だからね、余計なおさら結果を出してね、活躍してほしいなっていうふうには見守ってます。はい、新しくはなかったけれども、ビシエド選手がこれまでのような働きができなかった、特にチャンスに打てなかったっていうのも大きかったように思うんですけどね。まあそうですね、まあ、あそこら辺はね、精神的な空回りですよね。ああそうですか。やっぱり周りにそうやって言われることで、逆にものすごく普段では考えないようなことを考えて打席に入ったりしてるので、まあ、余計苦しくなってしまったっていうのはね、すごくあると思いますよ。CBC テレビのサンデードラゴンズがおかげさまで40周年を迎えました。それを記念してこの度10月2日にファンブックというこちらのが発売になりました。ドアラとそれから若狭アナウンサーが表紙になっております。ぜひ皆さん、一度本屋さんでご覧になっていただきたいというふうに思います。そしてこの番組としては、この本を3名様にプレゼントさせていただきます。どんどんご応募ください。その4強から誘いがなかったので、だったら普通の高校生活を送りたいなっていうのがありましたね。逆にでも西尾東とか西尾っていうワードが出ると絶対伊予瀬さんが出てくるあれ僕の頭のスキャンからちょっと取り除きましょう。プロ野球ファンの皆さん、ピカイチ名古屋チャンネル登録よろしくお願いします。高評価コメントよろしくお願いします。待ってます。